突っ刺さる。それはスピード、テクニック、スリリングな展開、情熱のゴールだ。あらゆる人を魅了するスポーツ。Fリーグの熱き男たち、その魂のストーリー。フットサルの世界で戦う男たちを熱く応援する F の奇跡、ナビゲーターの佐藤龍太です。今回もフットサルに情熱を注ぐ選手たち、そしてその魅力を力いっぱい紹介していきます。皆さん知ってますか？もともとフットサルとはサッカーを表すフットボールと室内を表すサラから生まれた言葉なんです。基本的には室内のスポーツなんですね。ピッチの大きさはサッカーのおよそ9分の1。正確で細かいパス回しなど高いテクニックが要求されます。ボールはサッカーよりも一回り小さいサイズ、コントロールしやすいように弾みにくくなっています。ゴールの大きさはサッカーのおよそ3分の1、ハンドボールと同じサイズです。ピッチに立つのは各チーム5人、サッカーの半分以下です。そして交代は自由、試合中何回でも入れ替わることができます。その他ご覧のようなルールがあります。これによりフットサル独特のスピーディーな展開が生まれるんです。そのフットサルの日本最高峰リーグが F リーグ。北は北海道から南は九州大分まで10チームで構成されています。今回紹介するのは昨シーズン2位のデウソン神戸。そして今回注目する選手はこの人。山田ラファエル優吾です。彼の魅力はパワフルなシュート。とにかく打って打って打ちまくるんです。昨シーズンのシュート数はなんと231本。それまでのリーグ記録190本を大きく上回っています。特に右45度からの弾丸シュートが彼の武器。うわ、強烈です。そして見てください、この足、この筋肉の塊。だからあのシュートが生まれるんですね。シーズン5度のハットトリックをはじめ、F リーグ歴代最多の34得点を叩き出し、得点王に輝いたデウソン神戸のエースストライカー。ブラジルサンパウロで日系人の両親のもと生まれ、5年前に来日。さまざまな困難を乗り越え、ここまで駆け上がってきました。 F の奇跡、今回はF リーグ2010得点王、山田ラファエル優吾。フットサルへの情熱とゴールにかけるその思いに迫ります。日本最高峰のフットサルリーグ F リーグ、2007年9月に開幕し、現在10チームで頂点を争っています。開幕から4シーズン全て制覇しているのがリーグ唯一のプロチーム、名古屋オーシャンズです。今回注目するデウソン神戸は F リーグ発足時から参戦。キャプテンは日本代表の原田晃平選手。豊富なスタミナを誇るチームの司令塔、西谷亮介選手。またテクニシャンの畠山フランキタダシやストライカーの岡崎千矢子など
日系人選手も数多く在籍しています。チームを率いるのはアグレッシブなフットサルを目指す比嘉リカルド監督です。デウソン神戸は超攻撃的フットサルをチームコンセプトに、初年度から2年連続で3位をキープ。4年目の昨シーズンはチーム最高の2位に躍進しました。その原動力となったのが、弾丸シュートを武器に初の得点王に輝いた山田ラファエル優吾28歳。特に激しい2位争いを繰り広げていたリーグ終盤、彼は素晴らしい働きを見せました。4チームがひしめき合う大混戦、その直接対決3連戦。この3つ試合は多分ね、プリーグの中一番大切な試合だった。この大事な3試合でラファエルはチームトップの31本ものシュートを放ち、8得点をマーク。3連勝に大きく貢献します。チームは2位に浮上、ラファエルは得点王をほぼ手中にしたのです。チームのおかげは僕もいっぱい点取りました。僕もすごく嬉しいね。なんかすごいことと思ってたね。そんなラファエルにとって何よりも頼れる存在がいます。同じチームに在籍する兄、山田マルコス雄二選手です。的確なコーチングと気迫のこもったセービングでゴールを守るチームの守護神です。いつもなんか困ってる時マルコスに相談します。日本の中いっぱい知り合いいるけど、一番信じる人はマルコス、僕の家族をね。どんだけ喧嘩しても、どんだけ強く言っても言われても、最後の最後に家族だからね。3歳違いの兄弟、ラファエルとマルコスはブラジルのサンパウロで生まれ育ちました。いつも兄の背中を追いかけていたラファエル。フットサルと出会ったのも兄の影響でした。僕は5歳の時はもう一緒に練習始まったね。みんな僕より年上だったね。お兄ちゃんの年ぐらい。みんなラファエルがうまいうまいうまいが結構よく聞きました。ああ弟うまいねとか。ブラジルのフットサル、その歴史は古く半世紀以上になります。ワールドカップでは6回中4回優勝と世界ナンバーワンの実力。熱狂的な人気があり、トッププロの試合では1万人ものサポーターが詰めかけるほど、まさにサッカーと並ぶ国民的スポーツなんです。そんなブラジルでフットサルにのめり込んでいったラファエル、12歳の頃いつかプロになりたいという思いが芽生えたそうです。16歳で地元ユースチームに入団。ここでサンパウロ州の得点王に輝いたラファエルは翌年17歳で念願のプロ選手になります。その後も活躍を続けるラファエル、23歳の時ある大きな決断をします。翌年、日本でフットサルのプロチームができると聞いたからでした。僕の家族は日本の文化あるから、日本の料理も作ってた僕の家に。だから僕も日本に行きたかったね。ラファエルは
その頃名古屋でプレーしていた兄マルコスに相談。すると兄はチーム関係者に弟を売り込みます。もしいい選手が欲しかったらとかね、弟がすごい上手い選手が多くていました。シュート、上手い選手とか球際負けないぐらいの強さが、ある選手がね、それを本当欲しかったなって時から、やっぱり弟を呼んだら本当ピタリかなと思った。めっちゃ行きたかった、ね、日本僕は思った自分で、日本に行ったら絶対は中心の選手にできるね。そして2006年ラファエルは兄と同じ名古屋に入団。チームの中心選手として勝利に貢献する活躍を見せます。あとは F リーグ開幕を待つばかりでした。しかしこの後、思いもよらない出来事が彼を待っていました。2006年ブラジルから来日し大活躍を見せた山田ラファエル優吾。日本でのプロ生活は申し分ないスタートでした。そして2007年9月23日ついに F リーグが開幕します。しかしラファエルは監督交代による戦術変更と選手層の厚さから徐々に出場機会が減り、思うように得点も奪えません。それは日本国籍を取得した後の2008シーズンも変わりませんでした。なんか気持ちが落ちたね。頑張る気持ちはなかったもん。試合は出れなくなって、そして2009年3月、ラファエルにとって耐え難い屈辱。その時は本当はショックだった。なんで僕がクビになりました？僕は日本人で、日本人の中は僕は長野の選手に負けないと思ってた。あの時は僕は自分でどうするね、どこ行くかなと思ってた。終わりかな。失意のどん底に落ちたラファエル。しかしその頃彼に注目していた一人の男がいたのです。超攻撃的なチームを作りたいと、フットサルとサッカーが違うのはやっぱりシュートをたくさん打ってお客さん見ていただいてっていう中で、ラファーが出た試合たまたま見ることがあったんですよね。でそしたらやっぱシュート数と彼のその姿勢、ほとんどやっぱシュートで終われるっていうのがものすごく自分の中で気になってて、あ、こんな選手うちに入ったら面白いだろうなって言った時にたまたま名古屋で解雇された。ですぐ会いに来ました。で浜松で会ったんですけど、すぐ解雇されて2日目ぐらい